ペグラ先輩がもし3期生のメンバーたちと一緒に暮らしている場合どうなりますか。誰とルームシェアしますか。まずそれ聞きたい。どうなりますか。どうなりますか。ルームシェアするんだったら、同じ部屋に住むんだったら誰と住めそう。誰とも住みたくない一人がいい。マリン先輩はどうですか。いやマリンはフレアとノエルとお姉さん組で、3人でバチバチゃん大きい部屋にいてもらって、ペコーラは一人部屋でいるから泣いちゃうよ。それでいいから泣いちゃうよ。マリン泣かないで。いやそんなことない。マリンは絶対ノエルとかフレアとかの気のね知れたね、お姉さん組でなんかバチバチキャ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 っていうのが好きペコだから、ペコーラはむしろなんか人と一緒にいると気使っちゃうから一緒に住めない。オッケーオッケー。なるほど。でももしも一緒に住むとなったら、もしも、もう答えなきゃいけないのかよこれ。誰だろう。でもマリンはマジでねいいやつだから、相談とかにも乗ってくれるってことだし、しょうがないにゃつってるわ。いいよって。オッケーオッケー、ナイス。マリン、マリンや、マリンにするわ。でマリンはマジでなんか、なんだかなんかその配信とかでなんかじゃあペコラーみたいな感じやるけど、実際にもし一緒に暮らしたらちゃんとペコラが多分そういうのが苦手っていうのが分かってくれてるペコだから、多分一緒にね住みやすいとは思うペコラは。おー、なるほど。